皆さんこんにちは、フクロウです。今日はヒロトラ、僕のヒーローアカデミア、ウルトラインパクトのリセマラ情報をお伝えしたいと思います。ということで、ついにね、アニメも絶好調なヒロアカの最新作のスマホゲームがね、登場しました。こちらのゲーム、3体のキャラクター、控えにね、2体ぐらいいるんですけど、その状態でね、敵を倒していくというね、ゲームとなっています。で、編成するキャラクターと装備品が非常に重要になってくるので、それを狙ってね、リセマラしていくことになります。で、引き直し可能10連があるので、誰でもね、好きなキャラクターを出るまでね、ガチャを回せるようになっています。といっても、どのキャラクターが当たりなのかということになるんですけど、見てお分かりの通り、UR がね、最高レアとなっています。で、その中でも、キャラクターとかね、あとこのゲーム、キャラクターだけじゃなくて、メモリーっていうのもあって、このね、2種類を5枚5枚ずつ集める必要があります。ただ、性能はね、序盤のキャラクターということで大差ないので、自分の好きなキャラクターと、できるだけ多くのね、メモリーをあった状態で、始めるのがいいのかなというふうに思います。で、見てお分かりの通り、結構ね、かっこいい映像とアニメのね、シーンを搭載したメモリーがね、あって、スキルとね、全部違うようになっているので、これ参考に縛らって、自分の好きなキャラクターを狙えばいいかなというふうに思います。で、こちらのゲーム、概要欄から DL できるようになっているので、興味がある方はね、ぜひプレイしてもらえればいいかなというふうに思います。最後にね、ガチャの結果とか、編成画面を載せて終わりにしたいと思います。